ワンピーベリーマッチは、小田栄一郎の漫画、ワンピースを原作とするデータカードだす。2008年5月稼働開始。2009年9月に、ワンピーベリーマッチダブルにリニューアルされ、キャラクターはそのまま、ゲーム内容が一新された。2011年10月、IC カード対応の、ワンピーベリーマッチ IC に再リニューアル。2012年12月、新タイトル。 ワンピートレジャーワールドに引き継がれ、2013年9月の第6弾をもって稼働終了。2014年3月、新筐体によるワンピースキングスが稼働開始6弾で稼働終了。キャラクターを3人編成し、それを戦わせる。台の上でカードを回し、その方向によって必殺技を発動させるバトルコンパスが画期的。また、 バトルコンパスはダブルからデュアルスキャンをするときにも使用することができるようになった。1プレイで1枚必ずカードが排出され、即使用することができる。お金を入れ、3種のモードを選択する。カードを買う以外を選択した場合は、カード排出後バトルに移行する。1人で遊ぶの場合には、さらに3種類に分けられる。それぞれ、チームパワーを例にさせることが、勝利条件となる。 2010年12月10日より適用。第9弾収録の S02QW コビーがチャレンジカップでの使用禁止カードに指定された。スキャンしたラウンド終了時点でジャッジメントによる勝敗を決めるカードであり、それはそのラウンドをもってバトル終了することを意味する。このことが大会の趣旨に外れるとして禁止カードとなった。ワンピーベリーマッチアイシー より使用のデータカード出す汎用 IC カード。海賊船を手に入れカスタマイズし、オリジナルの海賊団を作り、クルーを増やしていくことができる。劇場版トレンドをする、データカード出すワンピースワンピートレジャーワールドが順次稼働。4gamer.net。2013年5月25日閲覧。チャレンジカップ使用禁止カードに関する重要なお知らせ。 データカードダスワンピーベリーマッチダブル。2013年5月25日閲覧。ありがとうございます。